ヒメネズミは、ネズミ目ネズミか赤ネズミ族に属する小型のネズミ類の一種である。日本固有種であり、北海道から九州までの全域に分布している。同族である赤ネズミとは、生息域が重なることが多い。東道町65から100ミリメートル、尾長七70から110ミリメートル、あと足長18から21ミリメートル、体重10から20グラムになる。 体毛は背面が栗色で、覆面は白色になる。赤ネズミに見るが、東道町よりお長がやや長いことや、あと足長が通常20ミリメートル以下であることで見分けられる。ただ、赤ネズミの容体と区別しにくいので、正確な区別には、頭骨の甲板の形状で比較する。その他には、頭蓋骨の長さ、お長とあと足長の比などが挙げられる。 生児の簡便な識別方法としては、眼球間最大幅、眼球間最小幅と、眼球直径の比を取る方法が提唱されている。低地から高山帯までの森林に生息する。長い尾でバランスを取って鶴や、細い枝の上を走ることができるため、樹上でも生活する。夜行性で地上では主にどんぐりなどの種子や果実を食べる。また昆虫も捕食する。 体が小さいため同族である赤ネズミと植生や生息域が重なると不利だが、赤ネズミが登れない木の絵でも生活することで住み分けをしている。地面に巣穴を掘るが、木道や木にかけられた鳥の巣箱に落ち葉を持ち込み、巣として利用することもある。繁殖期は生息地によって異なり、年1回の地域と年2回の地域がある。1回の出産で29頭の子を産む。 平均値は約4等だが、北海道では6.2等とやや多い。ありがとうございます。